おじさんだけど遊んでもいいですか。はい、よろしくお願いします。早速、はい、もう来てらっしゃるんで。そうなんですよ、はい、じゃあ呼びましょうか、おじさん。はい、はい、おじさん。はい、おじさん。はーい、どうもおじさんです。どうも上司おじです。どうも。いつもこのチャンネルでいじられてる前園さん見せたくない感じ。いじってきますから。いやいやいや、だって庄司にもさんって呼ばれたことないから。いつもなんて。いつもマー君です。マー君。すみません。すみません。先輩と思ってない。先輩。そんなことはないです。ちゃんと先輩ですからね。はい、おじやそ、うん。このお二人呼んでるのに、まあ室内っていうことなんですよ。俺ね、今日ゴルフだと思ってきた。本当に見せれるほど上手くないんでダメです。いやでもね、俺ね見たけど。成長してると思う。上からほら、うん、ほら上から。え、そこホラーでいいんですか。うん、いいんですね。うん、第2弾はちょっとご覧、まあぜひね、今日は違うらしいから。今日違うんですね、うん、本日やる企画はですね、うん、e フットボールウィニングイレブンというサッカーゲームをちょっとやっていただこうかなと思います。今回はですね、ゲームはコンピューターにやってもらうんですけど、なるほど、まあ、その選手選び、選手選び、はい、そうか、選んだり戦術組んだりとか、はい、まあそういうことってことですね。そうです。監督目線ってことは我々、はい、ああ、なるほどね。どっちが、まあ、素晴らしい監督になれるかなと。で、今世界で活躍する、まあ、選手たちを選びつつ、はいはいはい、どういう布陣でいくかとかも含めて、負けた方はもう今後あの日本代表の、悪口は言っちゃダメという。いや悪口は言ってないですよ。ええ、嘘。そんなことは一回も言ってないでしょ。さん代表終わりですぐ生配信で、あの意見を伸びてるって。意見ですよ。悪口ではない。意見。いつも良くなってもらうための意見。そうですそうです。そういう風に捉える人たちがいるからダメなんだよね。いやもう本当に困りますね。おじやそ。じゃあまず1位から順番に作っていっていただくんで、後の方に出し惜しみしていると取られちゃう可能性ありますか。そういうことだよね。だから。わあ、じゃあ。だからじゃあいいんだね、選手はじゃあ名前書いて、うん、まずこの選手は絶対欲しい、まあ、まずやりたいって、まずそこが重要でしょう、はい、ドラフトだもんね、だそういうことね。うわー、これ見えないように書いてあるでしょ。見えないよ、これ困りましたね。このゲームはあれですね、現役選手じゃないと選べないっていうのが一番ありますか。過去に活躍された選手はいらっしゃいます、はい、え、あ、そうなの。え、マラドーナとかいないの。いないです、いないです。ベッケンバーガーもう誰でもいないです。1巡目の選手、はい、どうぞ。ドン、マネ。うわー、そっちから来た。マネ、うん、マネじゃないよ、マネ。いや、ちょっとやっぱりね、いろんな選手迷ったけど、うん、やっぱりスピーディーな、スピード重視、はあ、うん、もう裏抜けたら飛び出したらもう誰も止められないよっていう、まあ、マネ行きましたよ。いやー、そっちから来たのか。ちょっと変化球だけどね。いやー、でもね、なんとなく分かる。まあ、分かる分かる、はいはい、セネガルもね、優勝に導きましたね。そうです、そうです。いやー、そうか、はい、それでは私行きます、うん、ドン。僕はゴールキーパーから。こいつ監督狙ってんな。、うん、そうです、完全狙ってる。狙ってますよね。まあ、本当に。いや、だからもういいね。いや、やっぱりね、サッカーは基礎、はい、基本的にやっぱり守備からなんですよ、うん、ね、攻撃の選手だったでしょ、はい、そう、やっぱりね、攻撃行きがちなんですよ、行きがちだよ。だけど、やっぱりね、ゴールキーパーはものすごくやっぱり大事なんですよ、やっぱり守備の一番後ろでしっかりとね。でね、アリソンはやっぱりね、はい、安定感抜群だし、ここぞという時にやっぱり止める選手、足元も上手いし、そう、足元も上手いしね。じゃあ決定です。なるほど、はいはい、よしよし、まあまあいいじゃないですか。こんな感じでいきましょう。これなんか消すやつないですか。手で消す、手で消す。いやいや、これさすがにさせれませんよ。これ結構いい加減のスタッフなんですね。気づいた。はい、もうすぐ気づきました、これ。早いね。はい、大体庄司がもう次俺はね、選ぶのなんとなくわかるんだよ。わかりますか。ああ、多分ね、真ん中、センターラインをしっかり俺は固めてくる監督狙ってるタイプだから。もうすごいすごいすごい。あ、もう早いね。もうこれもう完全に、はい、ここは絶対取りたい。では続いては、俺もこれは絶対取りたいだろ。はい、それでは私はこちら、はい、センターバックファンダイク。完全に監督目線。キーパーとやっぱりディフェンスラインのこのね、コミュニケーション能力っていうのはやっぱり同じチームじゃないとなかなか難しいんですよ、はいはい、これ代表になるとね、はい、よくありましたよね、昔もね、あ、吉勝とね、はい、大村さんが合わないとかね、合わなくていいんじゃない、秋田さんと合わないとかね、いろいろあるんですけども、
まあ、だからここのラインはやっぱり絶対ね、まあ、ゾノが言った通りやっぱり縦ラインはすごく重要なのでね。なるほど、これちょっといきたい。すっごい俺もうここ狙って迷ったの、はい、どっちかの2択だったの。これ行こうとしてたんですよ。おただただ私はドン風見ろ。風見ろ出たー。うわー、俺の構想の中にも入ってる。だからやっぱりね、中盤ボランチ真ん中でやっぱりこう相手をもう消す役目ね、これはボール回収、まあ絶対にこう欲しかった。いやー、うん、これ俺もじゃあ取れないんだ。風見ろ、風見ろも取れない。俺も取れないでしょ。取れないですよ。いやこれ痛いなボランチも結構いろんな選手いますけど、カズミロがやっぱそんなことやっぱりね、やっぱり運動量、うん、回収能力すごい ね、すごい球際、はい、なるほど。いや参ったなぁ。なるほど、これ嫌だなぁ、これ、はいはい、いやこれ面白いね、でもね、こういうのこうね面白いよね、うん、少女は結構早いね。俺も早いですよ、もう構想がね、もうやっぱりあるんだよね、1年前から持ってるんだけど早っ、はい監督やろうとしてます。でも監督はやっぱりそうですから。いつもやっぱりこう監督目線で見てますから。ドン、アレクサンダー・アーノルド。これはちょっと痛いな。これか、もう右サイド。うん、やっぱサイドをね、やっぱりこういう、まあ、縦に推進力あるでクロスの精度、フリーキックも蹴れるこういう選手ちょっと必要ですから。これ来ました。俺ね、この次サイリーこれやだな。正直リバプール好きなんですよ。そうですね、今だ。やっぱそこ消しとかないと。カズミロ以外全部リバプールです。はいはいはい。いや、参ったな、これどうしよう。はい。じゃあ、ジョーさん。はい、ここ。うわぁぁ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 ぁ危ないところはやっぱり抑えていかないとね、わかるな、うん、結構意外と被んないね、我々ちゃんとこう考えてるから。そうですね、うん、来ました、行きますよ私は、はい、はい、こちらサイドバックリュカ・エルナンデス、はい、ここは抑えたい、しっかり取ってきたサイドバック、やっぱり左サイドはやっぱり取りたいこれはやっぱりね、バイエルンでもやっぱりね、ものすごくやっぱりいいね、オーバーラップだったりとか、やっぱり連携力がすごく中盤と構成がいいので、そうね、このリュカーを選びましたね。左もいないんじゃないそう、ね、これね、じゃあ行きますよ。はい、どうぞ。私やっぱりここはもう取りますよ、ドン。うぅ完全に抑えに来たここ抑えに来たよ、はいはい、もうマネとエムバペもう見えないですよこれやばいね、どっちか分かんなくなりますから。これファンダイクの裏疲れる感じがあるなイメージ。これね、やっぱり若いですから、いや乗り乗ってるこれね、うん、もちろん実際にも速いけど、うん、こういうゲームでも、はい、エムバペはもうとてつもなくスピードが速い、これやばいな。ファンダイクいるから、そこはもう普通の選手はやっぱり突破できないですから、高さじゃ勝てない、勝てない勝てない、無理無理。うわー、はい、とサッカー変えなきゃダメだな本当に一番欲しかった選手だろうかな。え、5巡目で、5巡目で俺も一人いるのよ、いろいろね、駆け引きだからね。え、ね、そう、これ取ったら多分俺勝てると思う。そんな選手を5巡目に選んでるんですね。まあ5巡目本当は一番先に選びたかったけど、やっぱりこうサッカーのね基礎ですから、やっぱりディフェンスからっていうね、はい、うん、ディフェンスから、これだけどさ、いろんな、本当面白いね、こういう風に見ると、いろんなさ、やっぱりこうタイプの選手がいるから、うん、俺でも前園真聖をいたら入れますからね、絶対。おお、そう、俺の中の神ですからね本当に、あのドリブルのキレといいね、縦パスからの、ね、ドリブル突破とかね、すごかったからね、本当にね、嬉しいね。いや、誰も褒めてくれる人いないの、いないの、このチャンネルで。本当、はい、どうぞ。ドン、マルキーニョス。うわマルキーニョス来たか。マルキーニョス、はい、やっぱりね、最終ラインもう一人ビシッと欲しいですから、ね、迷いましたけど、やっぱりマルキーニョスで、後ろからしっかりつなげる、ビルドアップできる選手でもある。ね、ヘディングでセットプレー強いよ。そう、強いね、マルキーニョスは本当に安定感抜群。安定感あるね、本当。だから俺は本当はファンダイクと一緒に組ましたから。そう、はい、行きましょう。はい、ミッドフィルダー、キミッヒ。これですよ。
キミヒ。これ彼のやっぱり能力はやっぱり果てしない。本当にやっぱり中盤のね、やっぱりパスもできるし、ドリブルもできるしね、頭のすごくいい選手なんで、ここを起点にどうこうフォワードを今度ね、コントロールするかっていうのを、ちょっとこれね、やっぱり計算して、なるほど、はい、もうこれ、しかも2021年、まあ、20年あたりからですから、はい、一番こういい時ですからね、金は。まあ、もうずっと安定してるよね。いや、もう安定してるし。ここはもう絶対譲れなかったので、もう俺これゲームプランでこれ勝ちましたね。はい、もうあとは何でもいいですよ。え？あと何でもいい？何でもいいですよ、もう取れたらね。それでは、はい。リオネルメッシ。メッシ。これはやっぱり21年の時はバルセロナでしたからね。21年バルセロナ。そうですそうです。で移動してますので。なのでメッシはやっぱりこう必要かな。結局なんだかんだ言ってメッシなんですよ。うん、やばい。だからエムバペねでもなくね、ロナウドでもなくメッシなんですよ。俺正直少女はメッシ行かないと思ってちょっと安心してた。安心してたでしょ。7巡目8巡目ぐらいでいいなと、俺行かないんだろうなと思ってたのよ。そうだから結構やっぱりね好きなタイプだと思うんだよ。そうね、うん、でも少女行かないから、まあ、ちょっと、うん、安心してたんですよ。そうでしょう、うん、そこですよ、その油断ですよ、うん、はい、いきますよ。どうぞ。ドン、ダビド・アラバ。アラバ、これね、だいぶね、こうね、渋いとこ来たね、いろいろね、うん、これはだから、左サイド、まあ左利きなんですけれども、センターもできるし、まあ中盤もできる、で、まあスピードもある、うん、で、1対1のデュエルも強い、うんうん、でも結構ね、もう今迷ってると思うんですよ、いろんな構成が。そうですね、メッシ取られたからね。彼実際に見るとメッシってさ、実際に見たらさ、すごい小柄に見えるけどさ、いや首とかさ、この前さ、ああ来てたじゃん、ケースやばかわいいな。本当すごいよね。うん、試合終わってあそこ、クスの帰ってきた時見たら、うん、首、肩、こんなって、ほんとすごい、いや、こんなって、いや、マジで、首が身長低いけど、はい、もうこの辺の厚さ、厚さが全然違うね。あれだ、倒れないの分かるよね。いやだからメッシ返してんだから。メッシは返せない。じゃん、サラ、モハメド・サラ。でも取られたもんね。まあそうだね、メッシ取られたらそこですよね。もうこれしかないから。そりゃそうだ。まあでも素晴らしい選手、まあ、もういろいろあるし、そうですね、うん、もうリバプールではもう欠かせない存在ですから。いや本当ですね、はい、あ、まあそっち来たな、うん、僕は、うん、これです、レバンドフスキ。完全にセンターだね。そうです、完全センターで、あー、でやっぱりこう高さがあって取れる選手だし、オールラウンダーじゃないですか、はい、あんだけ身長高いのに足元もうまいし、なるほど、キックの精度がものすごくいいんで、だからやっぱりさ、庄司がもう本当に生粋のフォワードだから、うん、やっぱりポストもできて、そうなんです、でクロスも合わせてスルーパスも抜け出せるっていう、もう本当に典型的なフォワードをやっぱ取ってくる。そう、ここはやっぱちょっと組み合わせ、うん、前の選手の組み合わせで違う。そうそうそう、だけど俺は本当は自分がやれないプレーがいいなと思ったの、うん、そう、そういう選手取りたいなと思って、うん、エムバペを俺入れようと思ったら取られた。もうだからダメなんだ、ね、まあまあまあしょうがないよね、まあ、そうそう、その中で組み立てないといけない。はい、こちらクリスティアーノ。まあここも3人揃えたということで、まあ右にメッシ、左にロナウドで、真ん中にね、もう完璧ですよこれ。はい、ジョーさん勝ちそうっすね。なんかやっぱり強そうに感じるでしょ。ジョーさん勝ちそうっすね。やっぱり前の選手も決めたんで、その選手たちを生かす選手、ドン、チェルシーのジョルジーニョ。ジョルジーニョ、やっぱり中盤から出せる選手、パスを一発でやっぱりピンポイント、長短のパスを出せる選手、前の選手を生かせるジョルジーニョ。ジョルジーニョも俺入れようと思った。中盤、はいはい、いやこれはちょっとどうしよう、うん、あれはサッカーが変わっちゃうぞ。じゃあ俺から、はい、ドン、メンディ、レアル・マドリード。メンディねー、うん、いやいや、ちょっとね、センターね、俺やっぱりファンダイク欲しくて、ちょっと組み合わせ的にあれかなと思ったら、やっぱアラバを中に置いてメンディ左、うん、あ、メンディ左ね、あー、そっか、もうそうした、メンディーでしょ。そうそう、メンディー。まあ俺もね、ちょっとシステム変更しようかなっていうのもちょっと出てきてて、え、まずこの選手取りたい、バラン。いや、俺もそれも、そう、
やっぱりこの2枚とりあえずなんだけど、ちょっと右サイドが、ちょっと今ちょっといない、考えてもちょっとなかなか難しいから、3枚にして、あ、3バックそう、うん、でもいいかなっていうのもある、ね、それもできるかな、そう、だけど対戦相手のことを考えると、はい、マネ、サラーいるでしょ、サイド疲れるんですよ、だからやっぱ4バックにしないといけない、いろいろ考えなきゃいけない、これ深いそうでしょ、うん、これ深い、この企画はちょっと深すぎるな、はい、それではサイドバック見つけました、はい、見つけた、アルフォンソ・デイビス、バイエルデイビスね、はい、もうこれを、これでもう良かったです、いや、なんか俺ね、もうこれも取られたんじゃないかなと思ったんだけど、取られてなかった、ま、どんな選手でしょ、マンディ取ったら、そう、マンディね、いや、なんか似たようなタイプです、いや、そうです、スピードあって、そう、スピード前に仕掛けられる、うん、これでもうディフェンスラインしっかり完成しましたで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、まあ、いいね、いいとこ取ってる、うん、さあ中盤、はい、最後のピース。お忘れてました。ドン、モドリッチ。もう見てたうわ、モドリッチはいいよ、これ。やっぱりバロンドール取ってますから。うわー。でもレアルの2人で、もう中盤に外れたり。うわ、そっか。そうです。いや結構これ、楽しいんだよ。俺の予想ね、モドリッチ取ったでしょ。はい、だから、まあ、それと同じようなそのなんていうのかな、中盤でしっかりゲームメイクできる選手のような気がする、その守備じゃないと思う、前の選手を生かすような、またちょっと違うリズムで前線のレバンドフスキー含めた違うリズムを持って、キミヒも守備できるから、そうですね、守備ですね、しっかりと、うん、デブライネとその選手いったら逆にバランス取るから、彼は確かに、いやすごいですね、なんか完全に読まれてる感じですちょっと変えようかな、なんか嫌なのかな、ドン、クルトワ、ね、まあもうありそうな、まあ、もうそこはしょうがない、もう、まあ、総合的に、まあそう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 、でも、ね、クルトワもやっぱりすごくいいし、これね、俺ゲームでも、うん、クルトワって結構止めるんですよ、そう、じゃあいいとこゲームデータでも多分いいと思う、すごい、お素晴らしい、じゃあ最後ですか、はい、最後、中盤、はい、はい、チアゴ、ほらもう完全に呼ばれて恥ずかしい、これ出すのが恥ずかしかった、すごい、いやー、いい選手、いや、いい選手なんですよ、本当にね、そう、しかも2020年、21年活躍してるんですよ、彼はね、うん、やっぱりこう中盤での本当にバランスも取れるし何でもできる選手ってことで、はい、この選手をちょっと取る、じゃあキミヒとかレバンドスキーあなたとかありますよね、めっちゃ呼ばれてるじゃないですか、これ完全に呼ばれて本当にやめようかと思った恥ずかしかったですよね、すごい、あー、いい中盤だね、はい、ワールドクラシックスって書いてあるのが、はい、前園さん、はいはいはい、ヨーロピアンって書いてあるのがジョーさん、はい、今数値らしいですね、なるほど、バランス的にはでもほぼ同じぐらい、そんなにあれだ ね、変わんないですね、そうなんだね、育毛の父ちゃん、いらっしゃいませ。いつものチャップアップね。ママはさ、頭皮ケアしているメンズどう思う？好きかな。ルーさんみたいに頭皮ケアしてる人。チャップアップもう一本入れちゃおうかな。はい、喜んで。ウルトラ育毛剤チャップアップ。夢の試合だね。いや、これすげえ。風見ろ。そう、しっかり歩きます。縦に入れる。おお、ワンタッチいいね。サイド。サラ、仕掛けろ。もう一回ね、カットインで。あ、いいね。いい間通されないね。しっかりとした守備。いいよ。うわ、硬い。はい、いいですね、いいですね。早く早くそう。プレス、プレス。よし、いいよ、いいよ。逆サイド。ああ、いい。クロス、クロス。ああ、いい、ナイス。まずはコーナー。全く問題ないね。バランね、今クリア、はい、高さあるからね、ここは負けないよ、絶対に。そうだね、球際しっかり ね、低くて速いボール、あ、ショートあー、監督の…え、来た、よし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 、もうこれファウルじゃない、これ危ないな、しか謝って、ここはまずはねえ、キミヒと…これ足のライン、これ見るのでしょ、これなんだよあの、すごい、ソーリー、ソーリー、ソーリー、何って言ってるけど、ソーリー、やっぱ守備が結構安定してんな、そう、ここね、ああ
いや、そこセカンド、うわいいボールだ。うわー、どんどん出たよ。はい、さあ、なんか来るか。来たよ、来た。うわー、惜しい。あらば、そこは捨てらないと。いやー、今のいい。メッシからのね、ロナウド。いいよ。そっから、この、うわー、これバンド好き。いや、結構、あのタイミングで左でロナウド上げると思わなかったね。そうでしょう。ちょっとあらば、今ちょっと緩かったな。寄せろ、前抜かすな、そう。いいよ、跳ね返せ。あら、長いぞ。オッケー、落ち着いてる。やっぱり右サイドなんだよ、穴がうちはね。ちょっとそこ、来てるよ、そう、ワンタッチ、そう。中盤は落ち着いてんだよね。うん、中盤コースいいね、これね、やっぱりね。もう一回、そう。ただね、この守備のね、この人数の結果で逆サイド、まだ、あ、強いね、あ、強いね。いいクロス来る、来た、来い。よし、よし、ここも守備固い。強いな、あそこ。ワンタッチ、ワンタッチ。うわぁ、おい、今アリソン。あれ止める？アリソンはすごい。止める、あれ。止める、あれ。いや、いいですね、いい構成だ。さあ、こっからどうする？待て。ロナウド、いいよ。すぐ寄るな。いや、ワンタッチ来た。シュート来た。おぉ、いいよ。まあ、いいよ、いいよ。やっぱり落ちてる。ストライカーだから狙いに行かなきゃね。まだ早い。やっと、ちょっと、ムバッペ生きてないね。ちょっと、うわやばい、うわぁ、来た、うわぁ、ちょっと今、オフサイドじゃないの。今、オフサイドだと思うよ、今のは。さら、あれ、それまで右サイド張っていたのに、中に、まあ、ヨガポーズ。中に入ってきてたね、今、ポジション。うわ、さすがのアリソンでは止められないか、今。あ、ちょっとね、右サイド生きてなかったのよ。そうだね。そう。中に入ってきたもんね、これね。そう。こっからね、中、おぉ、中、いい動き。すごい動きだね、斜めの。いやー、素晴らしい。いや、これは参ったな。ここどうしたもんね。ここ。ああ。こう、マネーからサラだから、リアプルコンビ。やっぱりそうだね。あ、こういうコンビネーションいいね。いいよね。でもあの斜めのやっぱりこうダイヤのところに、ね、入ってくる、あれはすごい。うわ、いい、うまった、トン。よしよし、これがいい、キーパー。はい、あー、アリソンね。一回リセット、ここ。そう、メッシあんまり出てこないね。そう、メッシがね、ちょっと今ダメなんですよ。これほら、これ右サイドってあるんだよ、あれ。チャンス、チャンス。よしよしよし、チアゴいいね、チアゴのあのアウトパス、ね、やばい、早いよ、うわっ、ナイス、抜いた瞬間に、これちょっと焦ってるね、レバンドフスキ、落ち着いて、そう、いい、これ中盤のことで、うん、この辺いいよね、いいよね、バランスが、これ体力奪われてる、相当、俺たち、こっち、高さはね、これね、いや、ここ、うん、ハイボールはダメよ、モドリッチ。グランダで行かないと、あ、高さがあるから。いや、危ない。うん、マルキニョス、おい、マルキニョス、それダメだって。来たよ、寄せろ、来た、もう、レバンドフスキどうしたいや、マルキニョス、ああいうのがあるの、あるね、あるね、ほら。いや、でもこれ絶好のチャンスだ、これ。うわちょっとアウトに変わった。ちょっとアウト変わった、今。いい。メンディー全然出てこないな。そうだね、メンディーいないね。メンディー一回も触ってないんじゃない、うん、うわ、強い。うわ、ナイス寄せ。一回戻れ。仕掛けていいよ。やば。寄せろ。右に、そう。やばい、寄せろ、誰か出ろ。メッシ。出ろ。さあ、寄せろ。そう。いいですね。真ん中ダメ。そう、グッド、カゼミーロ。ああ、出しどころない。ああ、いい守備。カゼミーロ。ってますね、よし、寄せろ、まね、よっしゃやっぱさ、献身的な動きするから、ね。すごいね。でも、サポートがちょっと足りねえな、これ。また余計なことした。ああ、これやばい。なんか危ない。危ない。追加点奪われたら、これ終わってたな、今。あの中盤のバランスは非常に良かった。ワンタッチで相手のプレスを回避して、ただ左サイドのメンディーが1回も出てなかったのが気になるんだ、ね、左を使えてない、あのムバッペと
右サイドばっかりだった。そこはちょっと気になるな。ちょっとうちはね、やっぱり右サイドバックアウトだった。アウトだった。そう、アウトだった。うん、まあやっぱりちょっとやっぱり違うか、78しかないから、はい、ね、これはしょうがないんだろうけど。これだからシステムというか変えてもいいってこと？どうします？そうだね。マネとムバッペ変えてもらいます？いいね、ちょっと変えてみようか。俺はね、ちょっと中盤構成変えてみようかな、一回。あら、アルカンタラをちょっともうちょっと上に持ってってもらいますよ。そう、メッシを右にちょっと開かせてください。そう、一番端まで。オッケー、それでいいです。キミッヒを真ん中、もう少し真ん中に、あ、もうちょっと下げて、そう、右の真ん中、この縦ライン、よし、OK です。これは、はい、結局やっぱり右サイド全く使えなかった、うん、で、アルフォンソのところがちょっとこれ、ガンになってるので、うん、まあ、チアゴとやっぱりメッシのラインで、スペインこうラインでちょっと攻めに行こうかなと。で、もう左は、そう、まあもう、もう捨てるしかないね、これはね。なるほどね。そう、あえてまあスペース空けて、ロナウド一本で行かせると、うん、あー、なるほど、いう感じかな。あんまり前から行くなよ。そこで、まあ、行き過ぎると、そう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 、いいよ、落ち着いて、寄せろ、こう強い、そう、メッシ、これ好きなようにやっていいよ、好きなやつやっていいよ、あなたはやっていい、やばい、おお、うわー、今何言ってるんだ、メンディヘディングしかし、まあ、やばい、メンディどこいんのよ。おい、何オフサイかよ。これレフリーもね、遅いんだよ、これね。え、ファル、何、ファル、ファル、ノー、ノー、ノー、うん、落ち着け、何言ってるの。あ、ここでファルだったってことだ、メッシに対してね、これ。あー、これ言ってる、ほら。あ、そういうの、いやいや、そんな来たよ、やばい。やばい、ロナウド、ロナウド、ポジション前気味に右サイドにちょっと起点を置いたでしょ。そうそう、起点を置いてね、ちょっとここは機能しだしてきてるから。確かに、ただこっからね、ここ回避して、そう、うちの左サイド、これはまずいよ、これまずいよ、ここ、うん、右、これ気をつけて、いい、そう、逆サイド、ワンタッチ、シュート、うわー、僕やられちゃったらもうやった、頑張って真ん中に持ってきた。これ当たったね、今当たった。これ、奪ってこんな上手くないよ。あのプレーできないよね、実際は。いや、成功したよ、やっぱり。これはちょっとね、でも深いところ、こうポジションだけ取って。取ってね。そう。で、こうワンタッチで入る。こう入れさせてたもんね、早い。ほら、いや、これ早い。ファンダイクも追いつけなかった。ファンダイクを半身で。やっぱこのワンタッチ、モドリッチね。ここなのよ。これなんだよね。でちゃんと右足にさ、うん、パス来てるっていう ね、相手のいない方にね、そう、あれ左足だったら多分取られてるからね。そういうこと、うん、こういう細かいところも日本代表頑張んないと、ね、頑張んないといけないから。そこ突き詰めないとダメだ、結局世界じゃ戦えないから、戦えない、うん、いや今ね、失点したけどすぐ取り返したってのはいいよ、うん、今もちょっとね、ただちょっと、あ、じゃあどこ蹴ってんのこれ、ほんとにダメだな、あれは。あら、落ち着いて、そうそう、なかったら一回立て直す、来てるよ、そういうこと、中盤、あ、いいね、うん、キープ、いいね、サラ、逆サイド見ろ、逆サイド、そう、カズメロ、こっち潰す、危ない、あ、いい、カズメロ、もう一回取り切る、そう、出る、強い、出る、強い、出る、これも出ないと、ここ、どうする、どうする、問題、スルーパス、ジョン、
うわあ、いい、やっぱムワッペ真ん中持ってきて正解かも。でも今のがムワッペだと思うよ。さっきと違う。そう、さっきとちょっと違う。メンディ落ち着いて、そう、一回、そう。うん、やばい、取れた。だ、マルキ。ああ、ちょっと待って、うわ、マルキだめ。マルキやるから。そう、プレス行け、プレス行け。早く離せ、早く離せ。早く出せ。そう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 。あらば。そう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 。いい。これうまいパス。うまい。スルーパス。サイド、サイド、サイド。オーバーラップ。メンディー来た、初めて来た。ここまで。メンディー勝負、勝負、勝負。勝負、そう。来た。ああ、惜しい。回収、回収、戻り。これやっぱりセカンドボールに対してさ、戻りきるんだよね。これね。よし、よし、また。いける。やばい。やばい。おお。よく今何？よく体勢入れ替えた。早く出せ。いやちょっと疲れてきてる、ね、ここから寄せが、うん、もう70分だもんね。よしよし、ジョジョ前前前、一回、そうそう、一回中風見ろ、そう逆サイド、逆サイド見ろ、そういうこと、ここ行かなくていいよ、ここ行かなくていい、そう、もう一回、そう、外行かないよ、そう、いいクロス、なんかしっかり、あ、なるほど、うわ、遅かった、遅かった、こうなの、よし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 、ここ一本欲しいね、ここやられたらもうやばいからね、集中集中。風見色あたりね、風見色あたりで。しっかりしっかり。ボルトマークだよ、ボルトマーク。ボルトマーク。そう、大好き。回収、回収。風見色、寄せろ。メッシが、ね、寄せろ。こんなところで持ってもしょうがないんだよね。確かにね、高い位置じゃないと。そう。うわ、強え。来た。レバンドスキー強っ。うわー、メンディナイス。これ、メンディ意外に長絞った。よく長絞った。来た。危ない。よしよしよし、うわ、これお互いにすごいね、守備がいいね、守備いい、ここつなぐ、メッシ開け、もうわあ、下げちゃったか、これあそこね、そこ落ち着いて、そこをね、前向けないとやっぱりこう崩せないんだよね、15分いきましたよ、やばい、いや、OK OK 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 OK、 俺戦術ロングボール入れてねえよショートパスじゃなかったっけ、これサイド、サイド、お、よしよし、あーちょっと時間ない、時間ない、ちょっと一人よがり、ムバッペのラストワンプレーかな、はい、よし、いやー、つなげ、つなげ、マルキ早く出せ、プレス、プレス、前から行け、最後しっかり落ち着いて、マルキ早く出せそう、そう、マルキ早く出せ、いやでも時間、稼がれてない、ね、そうそうそう、うまくうまく、やば、いや、これ前向けないんだもん、こっからさあ寄せろ、寄せろ、さらアディショナルタイムどこある、パワープレイか、うお、いやー、そっち通ったか、うわー、うわー、いやー、これはやっぱりしてやられたなということで、改めて、前園イレブンの勝利でございます、ありがとうございます、あのね、やっぱり中盤3枚、ここのバランスがやっぱすごく良かったね、うーん、ここで結構ゲーム組み立ててコントロールしてたんで、この立ち上がりのレバンドスキー、クリスチアーノ・ロナウドのこのクロスがこれ入ってたらちょっとやばかったですけど、その後落ち着いて中盤しっかり作って、で前の選手が決定力をしっかり見せつけたっていう、中盤のバランス良かった、これかな、右サイドですねゾノのやっぱり中盤に対しての、うん、やっぱりこう当てない方が難しかったね、なるほど、うん、だからあそこをまあ完全やっぱりモドリッチがやっぱバランス取って、うん、そうね、セカンドボールも回収するし、うん、これ戦術的におかしいんだよな俺もショートパスの話なんだけどロングパスしかしないんだよね、結構ね、最終ラインが蹴ってたもんね、そう蹴ってるからおかしいなと思ってね、まあでもさすがですね、はい、先輩はね、いやー悔しい、でもね、ゲーム内容はもう完全にもう負けましたね、そうですね、完全にマークに負けた、うん、おじやそ、次だからこれ1回目だけど、うん、ベンチも入れてやると、あ、そうですよね、絶対面白いです、そう、後半交代させるっていうね、どのタイミングとか、それは絶対ね、いいと思うんですよ、システムもまたガラッと変えられるし、うん、途中で俺も思うの、メッシ触ってないからレバンドフスキー右勝ってたらちょっと違うんですねだからレバンドフスキー下げないとね、下げないとダメなんだから、そう絶対にもう世界のトップに行けたの
あの時やばかったからね。本当にこうゾーンみたいに入った時のあいつはもう、まあアトランタ、マイアミの奇跡、うん、やってた俺たちはやっぱり差を感じたというか、いや小学生と大人のサッカーみたいな。いや、本当そうだったね。そう。